田中をなんとか止めたいんですが、さあ吉井がここはチャンスと言わんばかりにただいいですよ、すごく吉井君ね、はい、リムに圧力をかけたので、先日のゲームではダブルダブルも達成しています、これ山口です。中に送るロングがここは通りまーっと決めきれなかったんですがダンクです。ここは決めています。さあお互いいい面が出ましたが、この攻防インゴールした、ファールもありました。ブリックスです。 今みたいな形ですよね、動きの中でこうダイブしていくと、はい、ローテーションできない。水原から橋本がどうするか。ブリックス、ね、はい、ブリックスが自分でいく、吉井が頑張っていますが、ね、決めてきました、まあ、よくは頑張ったんですよね、はいはい、サイズとそしてロングという2人、この争いも注目されます。おーってきました、ミドルレンジャーシュート、めていますね、これはね、これで4ポイント。山口も3ポイントありますが、中に送る、ロングに預ける、2人また来るんですが、ここはいいですよ、逆にフリーになっていました、ミラーです。ダブルシュートで作られたデザインしたいと思うんですよね、はい、縦にカットを入れたので、ここですよね、これ作られてサイズが2つなんで、すぐあのダブルチームなんですよね、はい、そこでまあ作られてますよね、もう完全にロンが見てるんで、はい、そしてミラーが飛び込んでくると、うん、回転してもこの精度は弱まることありませんでした、うん、ただこれも決めてくるロングです。ちょっと点の取り合いです。31対29、ロングがここはここで行かれてしまいましたよね、はい、だからあのセームサイドが同じサイドが抜いた選手がここを二人で行かないなんでしょうね、今の安藤ですかね、今ね、はい、ここは寺園、ロング、ミラー、そして右は山口、どこに預けるか、ミラーに送る、左岩の上から来ました、ね、はい、やはり高さを生かします。96センチ吉井が取りました。さあ躍動してますね、本当に左岩もそうですけど、はい、そしてただここもロング行ってファウル、寺園にロングも行って、ロングに合わせて、はい、ファウルです。こういう形にしていくと抑えられないと思いますね、はい、ここ入ってきますよね、はい、こうすると動きがあるので、それロングが遅いわけじゃないんでね、これは東京としては悩みますよ。ロングの壁を使います。これを決めたいんですが、ようやく来ました、このスリーポイント、これをもうちょっと決めたいですね、これね、はい、さらにオールラウンダー、何でもできるプレイヤーです、サイズ。さあロングに送りますが、平井はサイズも飛んでいる、バスケットカウントになりました。ですね、これで4つ目です。さあこれで4つとなると、これをサイズのところミスマッチになっていますが、中に送る、ここは高さ、ミラーです。そしてファールをしてエンドワンはダメですね、はい、